火災に関する最新情報をお伝えします。7月28日火曜日午後9時10分に最上川中流域に氾濫危険情報が発表されました。この最上川中流域なんですけども、それまで上流の方で、からどんどんと、雨の方が川に流れ込み水位の方が上がってきたわけですけども、この時間帯最上川の方でも中流域の方で現在水位の方が上がっていると、そういった状況となっています。実際こちら中流域の方の観測点、大石田の方ですけども、現在氾濫危険水位を超え 17.33 メートルまで減って、さらに水位の方は上がっていると、そういった状況となっています。全体の流れもう一度確認していきたいと思いますけども、こちらの方を見ていただきますと、これまで氾濫危険の状況であったこちらの方になりますね、須川の方では徐々に水位の方は下がってきているといった状態です。ですので上流から徐々に中流の方に今水位の方が、川の水の方がだんだん移ってきているような状況です。さらにこの後河口に近いところで下流の方に行くわけですけども、下流に近くなってくると徐々に川幅の方も広くなってくる、一度に流せる水の量も増えてくるということもありますから、現在は氾濫注意情報として出ているわけですけども、状況によっては氾濫警戒情報まで行く可能性は含んでますけども、中流までがやはり一番危険な状況という形で見ておいた方が良さそうですね。ただいずれにしても上流部の方ではだいぶ強い雨の方が降り続けました。この時間帯はだいぶ弱まってはいるんですけども、川の水位というのは後から上がってくることもありますから、最新情報を常に確認するようにしてください。以上、河川に関する最新情報をお伝えしました。